ちゃ。こんにちは。さあ今日は豊さん、はい、どれだけ野球のことを知ってるのクイズ。クイズか。クイズ。いいね。いやクイズは、はい、もう皆さんも一緒に考えてくださいよ。そうですそうです。ね、これネットに出ている、はい、インターネットに出ている野球通、野球好きのためのマニアな検定というもので。はい、マニアな検定。はい。まあネットでも違うのか違うかもわかんない。ということですか違う。答えはちゃんと正確なんです。あもちろんですもちろんです。あのマニアックなもの、はい、かものから、まあ、基本のものまでとにかくたくさん出てるので、okay、その中からちょっと厳選して出していきます、はい、もういいですか、はい、これ何問出す10問ぐらい出しましょうか。10問ぐらいか、はい、じゃあ100点満点の何点かっていうことだな。そういうことです。あだから豊さんこれ自信のこと俺ね、はい、野球昔野球選手のクイズ大会があったんだよ。テレビ、テレビ、まあ、野球に関してなんだけどね、はい、で俺は2年連続優勝してるから。すごい。いや本当に結構そういうの好きなんですかクイズ系。あ好き好き。調べたりとか。うん。あじゃあこれもしかしたらこれ全問正解だったら豊さん、なんか豊さんの要望に応えますよ。1個今欲しいものとか。本当に本当に今似合ってしまいました。いやいやもう コロナに移らないように、はい、ビタミンもっとたくさん欲しいみたいな。今サプリ飲んでる。そうそうサプリ飲んでる。あじゃあビタミンのなんかサプリを、はい、プレゼント。わかりました。じゃあまずいきます、はい、第1問、はい、東京ドームの特別ルールで、はい、フェアゾーンの天井に当たってボールが落ちてこなかった時の判定は次のうちどれでしょう、はい、A ファール、お B 内野ならアウト、はい、外野ならホームラン、はい、C 二塁打、はい、D ノーカウントで打ち直し。いやだから外野だったら二塁打だよね。あホームランだ、ね、ホームラン、うん、フェアゾーンの天井にかかって、そうそうそう、で内野なら、内野なら二塁打ない。いやいや取ったらアウトだ。ちょこれね4択のうちそんな答えがないんですね。まずあそうだ勝手に答えもその時点でまずですけど、ちょっと待って今回はお伝えしましょう。いやちょっと問題の意味が分かんない。あの東京ドームで、はい、フェアゾーンの、フェアゾーンの天井に当たってボールが落ちてこなかった場合です、はいはいはい、あ落ちてこなかった、落ちてこなかった場合です。二塁打、二塁打でいいですか、うん、これはもうフェアゾーンに当たった、別に内野ならアウト、うん、落ちてこなかったんでしょ。そうですそうです。二塁打、ファイナルアンサー、アンサー正解。ほらそうです。おなんかドキドキするな。ドキドキしました。お前なんかあれだね、うまいね、出し方正解、そう、二塁打になります、はい、でちなみにこの天井が、ね、当たってしまってボールが落ちてこなかったのは例えば大谷選手、はいはい、今まであったりとか落合博満さんであったり、はい、あと中村典、選手だったり、はいはい、落ちてこなかった。そうだね、あれ天井に穴があるんだよね。穴とちょっと隙間があるんだよね。そこにうまく入ったら、ね、ポコッとはまっちゃ う, そ, うあれ天井に当たって落ちてきた場合っていうのも、まあ取ったらアウトだし、取らなかったらヒットになる、ヒットになる。そうそう、ただポコってはまっちゃった場合はもう二塁打ということですね。そうそうそう、正解、はい、まず1問でクリアですよ。よかったね。第2問、はい、公認野球規則によると、はい、野球場は本塁から投手板を経て二塁に向けて、はいはい、どういった方角に向かっていくのが好ましい、望ましいとされているか答える、はい、A はい、北西、北北西、はい、B 南南東、はい、C 西南西D 東北東、はい、あのさ、はい、サウスポーって、はい、サウスってどっち。サウスは南ですね。南だよね、はい、でこっちが東、はい、もう一回言いますよ、はい、本塁、はい、投手板を経て、はい、二塁のベースですよ、はい、どういう方向に向かってくる方が望ましいのか。南南西、南南西、ないですね。南南東ですか、いいですか、はい、北北西、南南東、西南西、東北東、いいですね、南南東ですね、南南東、ファイナルアンサー、ファイナルアンサー、残念。マジで、マジで残念。あ他に何があったの。北北西、北北西、西南西、あ北北西か、残念違うのそれも、ちょっと待って、お前の残念の言い方よ。なんで急に私が残念。それ残るは、うん、西南西か東北東です。南に投げるんだ、サウスポー。
ですか？違う違う、何ですか？サウスポーっていうのは、はい、西から手が出てくるからサウスポーっていう風な名称がついたっていうのを俺は聞いたことがある。そうなんですね。そうそうそう、はいはいはい、ね、はい、サウスポー、はい、サウスでしょ、はい、だからサウスっていうのは西じゃない、南か。あ、ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って、サウス、あ、東北東だじゃん、正解、そうだな、あ、そうだ、こう位置関係、はい、確かにそう、サウスもそうなんですよね、豊さんのおっしゃってる通り、うん、語源やっぱりそうです、野球場がそうなんですよ。そうでしょう、はい、ただ一応これどういう意味でその東北東、東北東にあるのかというと、うん、デーゲームの際にそう眩しくないよね。正解。いやだからそこは分かってたんだよ、うん、この位置関係がバラバラになってた、北北西とかさ東南東とかさ分かりにくいですね。分かりにくかった。でも分かってたでしょ、わ、そうです、サウスポーって、ま、さにだから西から手が出てくるから、はい、サウスポーっていう風に言われてるんだよ。さすがクイズ王。そうでしょ、はい、ただ残念でしたね。残念、残念、はい、続いていきます、はい、3問目、はい、ラミレス監督が現役時代です、はい、2013年4月に通算2000本安打を達成した時の相手投手は誰？はい、これもう4択じゃなくていい。もういい。ああ、俺はコーチの時だから。あ、豊さんコーチだ。コーチの時。ああ、覚えてます。いいか、今日ラミレスのためにラミレスが絶対2000本打つから、うん、ね、勝とうよって、うん、ラミちゃんとにかく2000本今日決めようって、うん、石川でしょ。ヤクルトの石川投手です。それは忘れない、ああいう感動的なシーンは。これもう神宮で決めたから。神宮のロッカールームで、ね、今日ラムちゃんが2000本打つ、はい、ね、うん、ラムちゃんのために今日頑張ろう、うん、勝とうよって、はい、でみんなで終わって祝おうって言ったので、ラムちゃんがホームランで決めてくれた。正解で、どこへのホームランでしたか？レフト。さ、もう最高です、豊さん、ね、最高でしょ。はい、最高です。もうこれで締めたいぐらいですね、今日のレースは。いや、そうだな。いや、もう正解です。もうこれはもうなんか倍にしてどんぐらい上がったんですか？いや、だから さっきの間違いをサウスポートも含めて、あ、もうこれ正解しましょう、はい、そうです。だからここまで全問正解ということになります。はい、続いて4問インチキだけどね。かなりね、完全にインチキですね。横浜 DeNA ベイスターズにチーム名が変更された2012年に、はい、開幕投手を務めたのは誰？あ、これは4択いらない。あ、これも。これもいらない。なぜなら？高崎。正解。そりゃそうだよ、お前。うん、中畑監督に準備期間もなく、はい、ね、うん、やって、翌年、前年度、高崎っていうのがエースでやってたと。うん、じゃあ、あいつの顔を立てようじゃないかと。はい、ね、高崎で行きましょうよって。うん、それが違うんだと、中畑さん。高崎で行く。さすがですよ。そこは外したらお前。いや、そうですね。この2問は外せないですね。お前、この質問が失礼だもんだって、俺に対して。そうですよね。本当に失礼いたしました。続いて、第5問目。はい。横浜スタジアムで。横浜縛りか。まあいいや。まあいいですよ。はい、じゃあこれも答えられますよね。うん、多分。販売も行われている。え、販売？はい。うん、合宿所。生成寮の人気メニューは、ね、ああ、もう言うな言うな。お前、お前ね、ちょっとこの皆さんね、この動画を撮る前に、はい、お前ら30分以上かかって厳選してたよね。はい、厳選してましたね、うん、あまりにも俺をバカにしすぎてる。これも4択いらない。カレー。正解。これも有名なんですか？有名だよ、俺も食べたことあるから。そうですよね。いや、もう4択何があったんだよ。カツ丼、はい、うどん、はい、チャーハン。カレーだよ。常備置いてあるんだよ。あ、私も食べたあのカレーですか？どこの？あ、寮ですかこれ？寮だよ。あ、販売。いや、それでセンターの、はい、センターじゃない、ライトの道を隔てた向こうにベイスターズショップがあるんだよ、はいはい、そこに同じカレーが置いてある。あー、だから販売もされているってことなんですね。そう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 。あ、なるほどなるほど。まあ、皆さんあの時間があるときに食べてみたら美味しいです、はい、あ、ぜひね、はい、ぜひ。ちょっと優しめでした、すいません。お前らちょっと舐めすぎだよお前。そうですよね、怒ってるよ多分。多分ね、そんなベイスターズのことお前間違ってたらお前、うん、もうやめろみたいな言われる。ですよね。だから間違えたらもうここから多分透明になってガーン消えてましたもんね。ああ、はい、ここまでじゃ全問正解です。そうだ、一応インチキしましたけど一問。続いてもう何問目か忘れてしまいました。6問目かな、はい、1968年、ああ、俺が10歳の時だ。早いな、うん、
ドラフトでその年ドラフトで入団した同学年の次の人物のうち、うん、現役引退後、うん、翌年から即監督に就任したのは誰？68年、はい、10歳上、はい、A、 あ、これはね、ちょっと待って、はい、あ、まあ、いいえ、聞こうか、慎重に、はい、A、はい、ちなみに何だと思いました？星野仙一さん。それは何の質問で？監督、よ、あ、監督で、あ、何よ、お前が質問出してんだろ、お前ちょっと私がそうだ、いやだから現役終わってすぐ監督になったっていうのよ。じゃあ星野選手一番言っときますね、はい、A、はい、田淵浩一、はい、B、はい、山本浩二、はい、C、 有藤道代、はい、D、 星野選手、星野選手、ファイナルアンサー、ファイナルアンサー、ファイナルアンサー、残念、嘘、残念、違うんだな、残念。じゃあ浩二さんか、残念、え、違うの？じゃあ有藤さん正解。マジか、そうなんです、あら星野さん、うん、NHK の解説者してたわ、解説をしてたんですよ、そうだ、でね、ちょっとコーチと被ってるんですよ、実はコーチはね、実は星野さんって連れてたんですよ、あ、監督なんです、うわー、浮かぶだった、そう、82年に現役引退されて5年後の87年に中日の監督に就任するんです。そうか、そうです、解説してたんです、そうだよ、俺解説されたんだもん、あ、先走った、 NHK で、 NHK で、うん、その時ホームラン打ったんだよ、こういう選手はいいねって言われたの、先走っちゃった、残念でしたけれども、さあ続いていきましょう、気を取り直して、はい、1998年オフ、 DeNA が優勝した時、あ、覚えてらっしゃるんですね、はい、同年最下位に終わったロッテの監督を辞任した近藤昭仁氏が退任会見で語ったセリフは次のうちどれ？退任会見で、うん、はい、A、 コーチが私の言うことを聞いてくれなかったんですよ、はい、B、 広岡前 GM がチームをダメにした、はい、C、 もっと強いチームの監督をやりたかった、はい、D、 ファンが少なくてつまらなかった、どれ？3番目なんだったっけ？もっと強いチームの監督をやりたかった、それだな、正解、ね、素晴らしい、もう一発で分かりましたもんね、豊さん、これ、うん、なんかすごいな、もっと強いチームって強いチームにしろよって感じだよな、お前何言い訳こいてんだみたいなすごい退任会見だったんですね、これね、もういい、この人口が悪かったんだよ本当に、このままですか、あ、じゃあこのまま、あ、言いそうだなと、そうああいう感じ、はい、続いていきましょう、はい、1967年のオフ、1967年のオフ、はい、東映の監督に就任した大下博史氏が掲げた三部主義、3つのない三部主義とは、サインなし、罰金なし、あと一つ何、はい、4択でしょ、4択です、はい、A、 バントなし、はい、B、 休日なし、はい、C、 キャンプなし、はい、D、 門限なし、休日なし、休日なし、他の3つがない理由は何？いや、休日なしっていうのはさ、うん、もう時代背景がそういうことかなっていう、あ、うん、でバントはやっぱりさ、必要なところではやりたいよね、うん、まあ、そうですよね、特にこの時代に、門限なしって言ったらさ、うん、もう本当に切れたタコみたいになっちゃってる人たちが多分たくさんいたと思うんだよ、67年ぐらいの、ね、そうそうそう、はい、だから休日なし、休日なし、ファイナルアンサー、ファイナルアンサー、残念、嘘、本当です、何、門限なし、バカ野郎管理しろよみたいな、もうね、東映はね、もう門限なし、もう自由やりたいよ有本さんとかいたからね、門限なし、門限なんか作っちゃったらもう大変なことになる、カーツです、土橋さんとかもいた、あ、土橋さんも、じゃあ皆さん門限なしですよ、だから綱島かなんかに泊まりに行けてたんだ、そうでしょうね、土橋さん ね、よく言ってましたよ誘われたもんな、そうですね、ちょっと俺何にもしないから泊まりに行こうよ、そう、豊さんもその時言いましたねプロ野球ニュースの控室でこの親父やるなみたいなもうね、そう、ちょっと最高に面白い人だったけどね、えみちゃん綱島ね、行こうよ、ね、行こうよみたいな、そうそう、まあ、昔を改装したかったんだろうね、でしょう、懐かしみたかったんでしょうね、いや、もうその当時は門限なしという、なるほど、はい、では続いていきます、はい、次の球団で
日本一を達成した監督について、はい、間違っているのはどれ、はい、A 楽天を日本一に導いたのは星野仙一のみ、はい、B 阪神を日本一に導いたのは吉田芳雄のみ、はい、C 中日を日本一に導いたのは落合博満のみ、はい、C広島を日本一に導いたのは小場武史のみ。間違っているものはどれでしょう。ああ広島だよね。広島。ああもっといるもん。小場さん以外にもいる。いるいる。もうこれはもう迷うことなく。迷うことない。ファイナルアンサー。ファイナルアンサー。さあね。マジで。さあ。嘘つけ。本当ですよ。小場さんしか日本一になってないの。そうなんです。広島は。マジか。はい、日本一ですよ。日本シリーズを制して日本一にしたのは。でも星野さんは。はい、ただ一人で、ね、ただ一人です、楽天で、はい、じゃあで阪神か、阪神も吉田さんのみということは、落合さん、はい、中日は、まあ、2007年落合さん日本一にしましたけど、1954年天地俊一さんが日本一にしてるんです。あ、そうなんだ。はい、実は記憶にないです。俺広島が衝撃だわ。小葉さんしか日本一になってないの。そうなんです。あれだけ優勝してて、はい、日本一になったのは小葉さんの時だけなんです。ああそうなんだ。中日はそうか、落合さんと天地俊一さんという方が54年。でも生まれる前だからも許してほしいな。生まれる前だ。54年でしょ。はい、生まれる前だったんですね。じゃあこれ最後の問題です。はい、最後の、はい、吉井正人さんが語っている扇明氏が、吉井正人って誰だ。吉井さんです。あのコーチしてますよね、はい、吉井さん、吉井ね、メジャーにも行きましたけれども、はい、吉井正人さんが語っている扇明氏が、はい、近鉄の監督時代に、はい、2軍に落とすピッチャーを1人決める際に、はい、実際に行ったことは次のうちどれでしょう、はい、A サウナに入らせ最初に出てきた選手を落とす、はい、B ポーカーを100回やって一番負けた選手を落とす、はい、C激辛カレーを食べさせ最初に水を飲んだ選手を落とす、はい、D ビールの早飲みで一番遅かった選手を落とす。次のうちどれでしょう。本当にやったの。実際に2軍に落とす、まあ、ピッチャーをね、1人だけ落とすときに、うん、もうじゃあこれで落とそう。ビールの早飲みってさ飲めない人もいるから、まあね、だからこれは現実的ではない、うんうん、でポーカー100回やってっていうのは時間がかかりすぎる。100回はね、100回だからサウナか激辛なんだよ。うん、サウナか激辛。でも激辛ってさ、はい、やっぱこう辛いっていうことがあるじゃない、はい、苦手な人とか、もちろん猫舌だとか。猫舌はかけない。いやいや、でも猫舌って熱いの食べられないし、はい、やっぱ水を飲みながらじゃないと、はい、まあ、食べられない。激辛なんで、もしくは冷めてたかもしれないですけど。冷めた激辛ってうまくないだろう。まあね、まあまあ、だから俺はやっぱサウナだな。サウナ、うん、あ、早く一番最初に出てきた人はもう根性なしと。いやだから体力がないっていうことじゃない。スタミナがない。スタミナがない。そんな投手は落としていらない、はい、ファイナルアンサー、はい、最後ですよこの問題。ファイナルアンサー、これで正解したら得点、はい、100万点です。お、もう一気に いいね、一気にビタミン剤が手に入ります。ちょっと違うのかな。いや分かんないですよ。いや俺はサウナだと思う。サウナですね、はい。でも我慢して倒れたら困るんですが、でもそれは言ってないわけでしょ。ただサウナに入れっつってこう見てるだけでしょ。まあそうです、そうです。あ、だからサウナ、サウナね、さよならビタミン剤。マジ不正解です。何、じゃあ一番どれだと思います。これが何だろう。そうしたら激辛です。激辛、あ、結局ビタミン剤ダメだった。どっちにしたい。あ、そう、じゃあこのポーカー、ポーカーはダメでしたね。酒、はい、ビールの早飲みで一番遅かった選手を落とす、実際に行ったことだそうです。これ扇さんが、これはちょっと厳しいな。でもだって酒飲めないやつはどうすんの。もうだからダメってことでしょうね。まあ、文句言ってもしょうがないですね。そうですね、まあ、扇さんが、まあ、まあ扇さんの時代というか、まあ確かに なんかまあ男気じゃないですけど、まあ、扇さんはお酒をすごくこよなく愛した人だからね。ありそうだな。まあまあお酒が好きだったという逸話を聞いてるから、はい、だまあまあ考えてみればそうかもわかんないけど、でも2軍落とす基準として酒を使うとは思わなかったな。でさ、まあ、10問出しまして、はい、6問正解。6問、まあまあまあ、でも
まあ勝率5割超えたということで、まあね、優勝争いできるレベルだからね。そうですよ、いいですけども、ちょっとでも勉強になった、なんか楽しかった。楽しかったですか。またちょっとね、時間見つけてこういったクイズ出していくので、はい、皆さんもね。でも横浜のところはさすがでしょ。もうさすがです。あそこはやっぱり、そうでしょ、うん、ミスター太陽ですよ。はい、はい、太陽がね、横浜って言ってくれごめんなさい、なんかものすごく地味になっちゃうんだよ。なんで横浜って言ってる、太陽ってどこみたいな、今言われちゃうから。横浜ってミスター横浜、横浜市なのかなみたいな、ちょっとかっこいいですもんね。なんかかっこいいね、なんか洗練されてるみたいだよ。ミスター間違えんだろ、なんだお前間違えんだミスター横浜、はい、はい。